2024年7月25日、5チャンネルにこんなスレが立った。風呂キャンセル界隈のアピール続々で不潔ブーム再来か。店内の匂い問題の原因はこれか。お風呂入っていない人って意外と多い？早速スレを見ていこう。驚くさんまがさらに出演者から意見を求めると、元 AKB48 の福留光穂は周囲にそのような人が増えてきている。慣れますよ。体がベタベタしてるのがデフォルトみたいになると、これらの発言に追随。また、同じく元 AKB48 の柏木由紀は、3日以上は、もうベタベタあんま変わんないですと、自らの実体験として3日以上の汚れは溜め込んでも同じという衝撃発言を被せたのだった。単なる不潔クズでしかない。自宅から出るな。コミケやカードオタは時代を先取ってたってこと？いや、ザリガニ水槽より臭いよ。オタは格好から気持ち悪く不潔に見えるから回避可能。でも女とかの臭いのは近づいたら激臭するから顔に出てそれをネタに社会的に抹殺される。どっちがいいかわかるな？まあ臭くないならどうでもいいよ。くせえに決まってんだろ。引きこもり以外この時期3日風呂入らんとかありえねえだろ。昔学生の時に登山部やってた先生が、髪の毛洗わないと最初はベタベタになるけど、何日かするとサラサラになるって言ってた。ホコリが表面コーティングするからでは？サラサラっていうかバサバサになる。山にいたら体洗うような水はないしそうもなるか。1週間くらいキャンプしたけどその間は当然入らない。その帰りに電車乗ったらあからさまに避けられてて泣いた。髪洗った後びっくりするほど虫が出てくるやつな。絶叫したわ。じゃあ歩く病原菌。汗かかないなら1週間に1回でいいよな。局部はウォシュレットで洗えるし。かかないわけないだろ。お前1日履き続けた下着をビニール袋に入れて縛って翌朝開封して匂ってみ。それで匂わなければ汗かいてないし周りに不快な思いさせてないよ。カードゲーム性は時代を先取っていた。カドゲ臭。なんで風呂をキャンセルするんや。福留はノブロックで有名になったけど見てる人あんまいないだろ。女の方が風呂入ると髪乾かすのが大変とかありそうだな。男はもう単純に他人の目に対する意識が低い系デブというだけ。自称足の臭い女と1回交わったことあるけど、アンドーナツ2の妹、80キロ超え、と同系統の匂いがして嫌悪感しかしなかった。驚くさまん、に見えたけど文脈としては間違ってないよね。ふけと耳の油でヘッドホンが汚れまくるからダメ。汚いのは NG。 どっかのまとめで、シャワーで済ませてたらカビが生えてきたとかあったな。それはそいつの洗い方に致命的な不備があるからだろ。どんな洗い方したってカビなんて生えない。エイズとかじゃねえ限り。外気にさらされてる部分は全てカビの繁殖リスクあるし、場合によっては内臓にもカビ生えるぞ。父親は喉にカビ生えてたわ。日本人の常識では無理だわな。まともな家庭に育ったら冬でも毎日風呂に入る。金がないなら、毎日入らない。だって金がないんだから物理的に無理。体調不良とかで風呂に入れなくてもボディシートとか濡れタオルで拭くくらいはするだろ。独身の時風呂なしトイレ共同のボロアパートに住んでたけど、髪の毛は湿度が低いとサラサラに、高いとベタベタになる。風呂入らないくせにメイクだけは怠らない。そして加工も怠らない。それが女。やはり女とは不浄な生き物。弊社の新人くん、普通体型なのに酸っぱい匂いするんだけど、ハラスメントになりそうで注意もできない。どうすればいいの？俺は朝シャワー、帰宅シャワー、就寝前風呂だな。インナー黄ばむぞ。自身の匂いには気づきにくいからか、いつかお風呂は行ってないけど臭くならないよという鈍感女。くせえよと言ったら、ひどいと言って泣きやがった。体からマックの匂いがしてくる。再来ってなんだよ、過去にそんなブームがあったのか？ヤマンバブームの時におギャルとかがめちゃくちゃいた。発達障害がギャルになりがちだからみんな不潔だった。コロナとか手足口病とかなるから清潔は保つべきだろ。電車に乗るとたまに朝からとんでもない異臭放ってるやついるけど、こいつらか。ロンドンに赴任していたやつが、向こうで1年ぐらいいると汗をかかなくなるって言ってた。大阪では気持ち悪いぐらい汗をかいて、ワイシャツの下に下着を着ていても汗でべちゃべちゃになるけど、ロンドンで生活するしているとワイシャツのみで全然 OK になるし、風呂も何日かおきでも問題なくなるそう。感染が機能を停止するってこと？マンカスが溜まるやろ。風呂入ってしっかり洗えや。わかりました。では明日カードショップに来てください。本当の風呂キャンセルをお見せしますよ。最初はネタだったのに冗談を理解できない業界知能たちがいつの間にか本気にしてマジでやるやつ増えるスパイラル。最大5日は耐えられる。周りが耐えられない。汚ねえベトナム人かよ。シャワーで済ませて浴槽に浸からないのを風呂キャンセルだと思ってたけど、シャワーすら浴びないのかよ。まあ、好きにしろ。ただし近寄るな。若い時にあんまり風呂入らないで、年取ったらどうなるか見物。若い女の子に節約法聞いたら、
風呂に入らないで驚いた。3日に1回にすると目に見えて水道代が変わると言ってた。でも一人暮らしならもともとそんなに水道代かからんだろうに。いくら節約できるのか知らんが風呂入らない不快感を2日も我慢して数千円節約してもなぁという気がする。湯船に浸かるなんて日本くらいなのでは？数日おきにシャワーが普通なんじゃないのか。テスト勉強全然しなかったわみたいなもんだろこれ。真に受けるバカが被害者となる。まさにそれ、相対的に自分のランクを上げるための偽情報。50のおっさんだけど、一日風呂入らないと頭や顔が油の腐ったような匂いになる。当たり前だけどこういう場合の風呂に入らないはシャワーも浴びないって意味だからな。風呂やシャワーは面倒で嫌だったけどコロナ以降外で歩いた体でベッドに入るのは無理になった。実際真に受けた気違い以外は風呂普通に入ってるんだけどね。芸能人ごときのたわごとを真に受けるやつなんてバカしかいないからな。ワイは週2回だな。人に合わない仕事してるの？夏は毎時間風呂入れ。体はともかく髪とチンポは毎日洗わないと無理。以前髪だけ洗えばいいじゃんってレスがあったが、そんなら最初からシャワー浴びるわ。ブームは繰り返すもんだね。昔はガングロのヤマンバたちが週1くらいしか風呂入らんとかデフォで、なぜかそれが流行したもんな。夏場は浴槽に水張って水風呂楽しんでるけど、水変えるのは週1だ。衛生的にヤバいんだろうか。全国展開のフィットネス契約してるけど、汗だくになったら近くの店舗でシャワーだけ浴びたいわ。臭いとかより入れば疲れ取れるし気持ちいいのに嫌う理由がわからない。風呂券、風呂は入れないのはちょっと鬱入ってると思うよ。風呂は毎日入れ。機械の損失幻。他人の汗臭さを許容するには若さが必要。ネット上の風説でしか聞いたことないんだけど、やっぱりカードゲーマーってやばいの？大会に参加した女があまりの臭さに途中で退出したとか、大会運営側から注意喚起とともにファブリーズが置かれたとか。なんでカードゲーマーだけなんだろ。鉄オタとかは完璧に気違い認定されてるけど、臭い報告は聞いたことない。鉄オタは密室にならないからでしょ。デッキを強くするためにホビーショップで高いカードを買い漁って金がないからとか。鉄オタの主戦場は野外、もしくは駅構内とかなので空気の流れが比較的にいいから匂いこもらないんだろ。昔駅前戦闘情報という同人誌を鉄オタはみんな持っていた。駅前に風呂があれば喜んで入る。まあでも部屋で人に直接会わずに仕事できちゃうとマメには入らんかもな。女性は清潔なイメージだけどこれも偏見かな。偏見だよ。お部屋の住人は圧倒的に女が多い。一日入らないと全身痒くてたまらない。ジンマシンとかアレルギーとか色々持ってるからよほどのことがなければ毎日入る。そういう人は逆に限界突破したら、もろもろの自身の弊害がなくなるのでは？ちょっと試してみて。おギャルの再来か。女って風呂嫌いだよな。結婚してわかった。そりゃパンツも汚くなるわ。女がみんな綺麗好きってのは幻想でした。髪を洗うのと乾かすのが面倒くさいんだって、特に肩より下まであるような長い髪だと余計に、姉が実家にいた時そんなことを言ってた。なんでそんなに風呂嫌いなんやろ。女は髪乾かすだけで30分とかかかるし、ミイラでも作るのかってぐらい肌に色々塗るから面倒くさいんだろ。人前出るとか仕事行くのに入らないってのは心の病気だよ。石鹸で手洗いやってるけどベタベタするよ。ベッドで自分の足が触ると感触がサラサラしてない。そろそろ限界。女は髪長いから風呂スキップで多い。代謝も男ほどじゃないしね。作家の五木ひろゆきは男で長髪で年に1、2回しか頭洗わない。本人によると不潔感、不快感はないそうだ。人間じゃないけど猫は風呂入らなくてもなんで臭くならないんだろうか。猫は肉球とか一部にしか汗腺がないから皮脂とかの分泌がないので臭くならない。猫は鼻と肉球以外は汗かかないし消臭効果のある唾液で起きてる時間の3割くらいは鉄黒いしてるからね。一種の弱男営業なんだろ。メガネ使っていたらわかるけど、3日目かそれ以上になると、目から油飛んで、メガネが汚れるぜ。普段も、目の水分がこのくらい飛んでいるんだなぁと。こんだけ女いると毎日生理臭すごいからな。昔飼ってた犬が生理臭大好きで年齢問わず特攻してたのはエロかった。風呂キャンセル界隈ってうつ病かリアルカードゲーマーだけだろ。鈍い俺にも圧倒的大差で女性天皇、女系天皇も若者軽視しただけで終わった。もうええて、ディーラー行って乳首見てくるなよ。信者のボランティア料金で。90年代におギャルとかいうのあったよな。あれの再来か。あのちゃんが、パンツ裏返して履けばいいって言ってたの聞いて久しぶりに思い出した。一方、トレカ売り場は入店時に風呂履歴をチェックされるから、オタクの方がいい匂いまである。店主がもうお母さんやん。でも入れば、あーやっぱり風呂は気持ちええなーってなるでしょ。キャンセル界隈だとそうはならない。アイドルの風呂キャンアピールは私接種してませんよアピールになるからな。電車乗ってるとすごい酸っぱい匂いのやつ入ってくる。あれはきつい。知り合いだと髪長い人に風呂嫌いが多いな。洗ってドライするって行動を毎日するの面倒くさいんだってさ。
昔一週間ぐらい入らなくても平気な時期あったけどあれって病んでたんかな。今は一日入らないだけで気持ち悪いわ。コロナとかの感染防止のための隔離病室で2週間くらい風呂に入れなくなると、その経験でもって、別に風呂に入らなくてもよくね、って考えが生まれる。たとえコロナで体が動かなくとも、風呂の準備して風呂に入ってた。購入されてた時、タイミング悪くて12日入浴できんかった。くっさいおっさんやジジイは迷惑。同じ服ばかり着るな。洗濯しろ。清潔感のある身だしなみはマナーは絶対的な考えではないんかね。綺麗にして心置きなくエッドいことした方が気持ちいいだろ。2ヶ月くらいホームレスやってた時は風呂入れなかったが久しぶりに風呂入ったら爽快感で感動した。2、3日風呂入らんだけで臭いだの汚いだの言ってるやつは不潔やプだろ。最低でも2週間風呂も入らず顔も洗わず額の油汗が目に入ったら激痛になるくらいになって初めてやや汚いくらいだぞ。人間界の話してるんで、お前みたいなうんこ界のうんこの話は誰もしてないんだよ。あー彼は完全にエアプですね。体を洗わない、もしくは洗いすぎの人は精神を病んでるイメージ。なんとなくわかる。ずっと湯じゃんだけどベトベトも匂いもないぞ。血拭きキャンセル界は祝いないの？こういうお仏らはさっさと人生もキャンセルしろや、くせえんだよ。おえ、くせえ、って言ってあげたい。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。